遠藤の劇的な同点弾に、クロップも興奮気味に称賛。指揮官も興奮気味だ。2失点を喫して逆転を許した中、救世主となったのが83分にピッチに立った遠藤だった。投入から4分後の87分、サラーからパスを受けると右足を一閃。エリア外から圧巻のミドルシュートを突き刺してみせた。クロップ監督は試合後、これほど多くのワールドクラスのゴールが決まる試合を見たことがない。渡るはとても重要だった。彼は本当に上手かった。ネイタは遠藤すげえよ。我らがキャプテンついにやってくれた。値千金の遠藤ゴラッソ。遠藤が負け試合を同点そして逆転。ついにリバプールでもレジェンドになってしまったな。アンフィールドの熱気はロタ。エグすぎるミドルだったな。遠藤の謎の勝負強さ、わら。サラーよくパスくれたな。一気に好きになった。ありがとうサラー。恥ずかしがらずに言おうぜ。ごらっそー。